いやー、今までいろんなオブジェクトを扱い散らかしてきたけども、ここらで今一度、001関連に触れておくべきなんじゃないか。んでもなー、私この画像見るだけで、ウゴンジュルヌッチョフ。そんな001拒絶型ゴリラに朗報だよ。叩き割るぞ。情緒が相変わらずおかしいでごわすね。001関連、どれから読めばオッケーピーポーなの？そう思っていませんか？思っとるんとちゃうんかこら。まあ正直思いまくってますけども。じゃあもう餌かる巨大な人型実体なんてどう？うほほ、それめっちゃ好みの感じやわ。それで行きましょか。なんかキモいなこいつら。はい。今回紹介するヤバいやつはこいつです。ラスボス感がすごい、ゲートガーディアンです。ゲートガーディアンは、燃え盛る羽を持つ、全長約320メートルもの人型実体、チグリス川とユーフラテス川の合流点近くに隠された、サイトゼロという場所に存在しています。なんかすごそう。その手には、太陽の温度に匹敵するほど高温の剣を装備、おいおいあたり一面非濃密パーリーだぜ、となりそうなところですが、意外も意外、熱による破壊は周囲にもたらしません。その代わりにもたらされるのが、原子レベルでの消失です。普段は祈りのようなポーズをし、両手で剣を持っているガーディアン氏、自身の 1km 範囲内に近づいたあらゆるものをバカでかい武器でもって、速攻現実から消失させるので、彫刻くん、危ないから下がってなさい、消えちゃうよ。はぁ、あったまるわー。ちょうどいい温度。ねえねえ、ガーディアンさんを解放して世界中をあったかくしようよ。温めるどころか下手したら滅ぶんだよな。そんなバナナ。やかましいわ。また、ゲートガーディアンに身を晒した人間は、頭の中で、抗えない命令を発する声が聞こえるらしい。何時よ、何時よ聞こえるか。何時ですが全く聞こえません。聞こえとるやないか。この際一番多いのが、忘れろ、という命令だ。この命令をされた者は、ガーディアンと遭遇した記憶をなくし、こいつの元から歩いて帰る、という結果になる。何しに行ったんだか。いいか、このことは忘れろ。いいか、沼乙女の飯してろ。そんなことは言っていない。忘れろ。あれ、何しに来たんだっけな私。また、これ以外にも触れておかねばならないのが、備えよ、という命令。そしてこの備えよ、という命令を受けたのが他でもない SCP 財団の創設者だ。この命令をきっかけとして、彼は人類の現存に重大な脅威となる、あらゆる全ての超自然的、超常的アーティファクトを集め、そしてその分類を始めた。そう、これこそが SCP 財団の始まりである。デカバベルグマの場違い感すごいなおい。つまるところ、この提言上の世界線においては、ゲートガーディアンこそが終わりの始まりであると言えよう。なんかありがたいようなありがたくないような。次に、特別収容プロトコルだが、まあ皆さんお察しの通り、困難サイズ的にも性質的にも収容できるはずがない。しかし、だからといって何もしないというわけにもいきませんよね。まあ、昨日、唐突なオグリシュンやめろ。っていうか高橋さんどこから湧いて出たんですか？ポケットディメンションです。オフ？滝川狂ってる。さて、収容できないならどうするか、監視するしかないでしょう。ということでですね、ゲートガーディアンのいるサイトゼロ地点から10キロほどの安全な距離を保ちつつ、24時間体制で監視いたします。重要なのはその監視役、誰でも彼でもなれるわけではありません。つうか私二重半ば差し掛かっててリボンってやばくないかな。大丈夫ですよ、いいと思います。ゲートガーディアンの監視には、アブラハムの宗教に属す、監督官級、O5 の一人、O514 が選ばれ、現 SCP 管理者のみがサイトゼロの場所を知ることができます。離れた場所からの監視、一体何がどうなったらヤバいのでしょうか。つまり、ゲートガーディアンに行動の変化が確認されたらヤバスくん、XK クラスの世界終焉シナリオ、その始まりになり得るのだよ。じゃあその時は即座に報告せねば。ああ、幸い私はあらゆる行動の権限を持っている。何か動きがあれば即刻管理者及び、すべての O5 エージェントに伝えるさ。その時にぜひ職員に考慮していただきたいのが、緊急指令パトモスシリーズ。そうだ、これに関する解読アルゴリズムは指名された監視者が所有し、サイトゼロ現地で保管されている。基本的には、何か行動が見られた時のみ財団のオフィスに報告することになっている。緊急指令パトモスの一つ以上の違反で、重要な役割を持つ財団職員には、次の予防措置が推奨されるので覚えておこう。なあ、さっきから私たち何言うとるんやろな。わからん。ここの編集長引いてるぐらいわからん。まず一つ目、組織化されたアブラハムの宗教と仲良くしよう。いいですか、アブラハムはプリマハムの一種です。そっか、ハムの一種だったんだね。そして物申すざわうざこ、大学生になりました。おめでとうざこちゃん。ありがとう、お疲れ様マリサ先輩。聖水、ロザリオ、受難の像、十字架などなどを所持しておくこと。なんとなく RPG 始まりそうだよね。前千年王国警挙シナリオの場合、すべての重要な職員は非アブラハムの宗教である、2番目の工作員を指定します。この2番目の工作員は、1番目の職員の緊急指令パトモスのコピーと、ミーム的抹殺ソフトウェア接種剤の場所を教えられ、1番目にもしものことがあった時でも、引き継げるよう準備しておくそうな。なるほどわからん。わからんすぎて体だけ顔なしになるぐらいわからん。そんな君に、さっき出た前千年王国、警挙という言葉だけ一応解説しておきますと、前千年王国説は、千年王国に先立ち、イエス・キリストが再臨するとする、新約聖書のヨハネの黙示録に記されている説ですね。で、
敬虚というのは、プロテスタント派キリスト教の終末論の一つ、イエス再臨の時に、キリスト信仰だった全ての死者が生き返り、生きている信徒と共に天を昇ってイエスと出会うことで、永遠の命が得られるぜ、みたいなあれです。なるほどわかんねえなこれ。さて、ラスト推奨はこちらです。想定される、XK クラス世界終焉シナリオに含まれる、全ての SCP について、しっかりきっちり熟知しておくこと、これはもうマストですわ。なんやその顔、どこ見とんねん、床か、床を見てるのか、おま。これ本番だからな、リハーサルじゃねえぞ。いやこっち見られても、こっち見られても困るんですけど。話の流れ的に、これは神話的、聖書的な存在なのでは？そう思ったあなたは実に鋭い、おそらくその通りです。と言いますのも、監視役がなかなかに興味深いものを目撃しているのですよ。はい、なぜか進行を横取りされましたが、そのことについてお話ししましょう。監視役曰く、ゲートガーディアンは巨大な門の前に立っているように見えるらしく、なおかつ時折、その内部に牧歌的な庭園があるように見え、さらにさらにその庭園らしき場所には、ガーディアンと同じ形の個体が数体いて、その個体と同じ数、道の形状の樹木があるそうなんですが、画面がガチャガチャするので大事な中央2本だけ出しますね。右は普通のリンゴの木、左は道の果物を実らせている様子。ここで思い出してほしいのが創世記、カイン・アベルも登場するあれです。この創世記内においても、燃える剣を持った天使ケルビムが登場します。ケルビムは、エデンの園の東で、生命の木への道を守っていた存在。は、と。ということはリンゴが知恵の木、左は生命の木だ。でもってここはエデンの園だ。ゲートガーディアンは、エデンの園に通じる門を守っていたのか。いやここまでたどり着くのにだいぶ遠回りした感すごい。そんな、おそらくケルビムをモデルにしたであろうガーディアン氏、一応剣の攻撃範囲を知るためか、実験記録も残っています。その過程で D クラスが犠牲になったのはもはや言うまでもありません。っていうか D クラス云々の前に、こいつドローン100体も、ミサイル数発分も消し飛ばしたのは愚か。ミサイル1回目に関しては、ミサイル発射サイトごと消し飛ばしたため、当然サイト内の全職員も犠牲になりました。鬼畜かよ。また、アベルから実験参加を拒否られた上に、カインに至ってはガーディアンを見た瞬間に苦しみ始め、機体の印に何かしらの異常が起きたため、実験が中止されています。ちなみにこのイラストは、初期の頃高丸さんに描いていただいたものです。改めてありがとうございました。で、ミサイル実験により、犠牲は出つつも剣の攻撃範囲が 1km と判明。近づかなければいい、とりあえず監視しよう、という結論に落ち着いたわけですね。これにて一件落着。とはならない。そうなんだよ。ならないんだよ。報告書の最後、ホイにて財団が謎の通信を受信したことが記されているんだ。その内容がこちら、霊夢ちゃん頼む。ホイ、ピー。以下の奇妙な通信を財団職員が受信した。緊急指令、パトモスオメガの開始、ATTN、すべての財団職員。今朝のほぼ、ピー。サイトゼロからこのメッセージが届きました。ゲートガーディアンが定位置を離れています。門は開かれました。彼らは馬に乗っています。正直クッソ熱い。背中がクッソ熱い。あ、見よ。とても不尽しいよ。ゲートガーディアン単不尽しいよ。主は支配する主は支配している主が永遠に支配するだろう。主は支配する主は支配している主が永遠に支配するだろう。主は支配する主は支配している主が永遠に支配するだろう。主彼は神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 彼は神主彼は神選ばれした民よ聞け我々の神主は唯一の。じゃあここはなーんだ。お尻。大正解。SCP-995 の脱走。SCP-616 の解放、SCP-98 の活動とともにこの出来事が起こったため、財団は、XK クラス世界終焉シナリオへの準備を早急に行わなければなりません。SCP-076 と SCP-073 は直ちに確保される予定です。すべての職員は、緊急指令パトモスを解除、解読し、その中のすべての命令に従いましょう。サイト19は確保され、すべての必要でない SCP と職員は処分破壊されます。繰り返します。いやだ。繰り返したくない。急にわがままになるやんこの子。続きの記述では、アベルとカインにわが息子二人と語りかけてたりする。その後通信は途絶えてしまっているが、この内容、まさに軽挙である。しかし、これはまずい、とサイトゼロにコンタクトを取ったところ。え、自分そんなん送ってないっすけど、悪ふざけっしょ誰かの、そういうのが決めに捉えるのないっすわ。みたいなことを答えたため、一旦はいたずらとして処理された。しかしながら、後の最新調査により、ある事実が判明。これ、未来から送られてきてますわ。なんですってー。ということで SCP 解説シリーズ1、完結です。もしよかったらチャンネル登録、コメント等々よろしくお願いします。それじゃまた次のシリーズで、ご視聴ありがとうございました。